朝日クリアラテ、新商品のクリアラテ。水道水ではありませんよ。なんか書いてあります、パッケージ。余分なものを取り除いたらクリアになった、大人の甘さとすっきりした後味のエスプレッソ香る透明なラテ。これ話題でしたよ、透明なコーヒー。割と匂いは甘い匂いがする。コーヒー牛乳の匂いしてる。じゃあ飲みます。実に水道水飲んだ後だから美味しく感じる。てか俺は不思議な味がする。コーヒーって言わない方がいい。あくまでも水、天然水ってこれ書いてあるけど、これバーンって書いてクリアラテ風味みたいなのにした方が、水に付加価値が加わる。イロハス、イロハスコーヒーフレーバー、そうそう、そういうイメージの方が。これ大々的にバーンってやったらダメじゃない。ツイッターだと氷が溶け切った後のコーヒーって書いてあります。朝日的には透明するの、技術的には頑張ったんだと思います。面白い商品。透明でこの味はすごいなって感じがします。カインゼロ、カロリーゼロ、脂肪ゼロ。これはありがたいですね。あとお役所の方とかこういうの飲んだ方がいい。仕事中に水の飲み物を飲んでると遊んでるみたいな、そう言われるみたいな、こういう人たちにはいいのかかもしれないですね、なって思うけど、そこまでしないといけない社会の風潮がないみたいな。パッケージ外したら水みたいな、水、水ですね、完全に。うん、本当に水だ。これキャップの色が不自然です。日本酒とかでもいけるかも。確かに仕事中に点数をつけるとしたら、これはね、さっきのドッキリのせいでね、85点。意外と高いんですね、ドッキリのせいでね。けど水って見ちゃって飲んでるからうっすってなるけど、つぶって飲んだらちょっとまた感じ方が違うかも。まあ薄いけど、うん、透明だからコーヒーとか好きな人とか歯が黄ばまない。ああ、これどうなんですかね。そう、茶渋とか気になる人がいたらこういうのがいいのかなって思うけど、そういう意味で技術すごくなっていう得点です。技術力の85点。うん、で味こんだけ残してるから、この色で。逆に考えたらそうですね。そうそうそう、若干濁ってたら、まあ、こんぐらいの味かなって思うけど、この透明度で、まあ、コーヒーの味が、まあ、しっかりじゃないけどしてたからすごいなって思いましたっていう感じです。はい、ありがとうございます。ぜひ飲んでみてください。はい、そこまでしないといけない社会の風潮がない。